北緯35度48分4秒、統計139度43分0.1秒、北緯35.80111度、統計139.716694度、35.80111、十3 9 7 1 6 6 9 4川口総合文化センターは、埼玉県川口市川口3丁目にある、川口市立の文化施設。 東日本旅客鉄道京浜東北線川口駅の南西50メートルに位置。地上6階のホール棟と地上15階のタワー棟により構成される。ホール棟にはメインホール、音楽ホール、展示ホールがある。タワー棟にはリハーサル室、会議室、録音室などがあるほか、テナントが入居。ホール棟とタワー棟の間には催し広場、ラウンジ、リリア、 ギャラリーなどが置かれている。川口駅西口第一種市街地再開発事業の一環として、川口市が川口駅西口に建設した財団法人川口総合文化センターが運営し1990年に開業。川口駅東口の川口市立中央図書館とは、東日本旅客鉄道の川口駅を経て、ペデストリアンデッキでつながり、 リリアから約500メートル北の伊東洋華道川口店などが入店しているアリを川口内のムービックス川口並びにアリを川口に隣接しているアトリア、そして青木におけるスキップ式とともに川口市における芸術文化の拠点となっている。また川口市が主催する成人式は通常リリアにおいて実施される。川口総合文化センター設置及び管理条例へ。 ありがとうございます。